さあ今回はですね、間もなく春というタイミングで、もう間もなくバスたちがめちゃめちゃ楽しくなってくると、この春のタイミングで、まあ、どういったルアーをどんな感じのタックルでどういう風に操作していけば釣れるんだろうか、ここら辺がね迷う方も多いと思うんで、今回はバッチリと。さあまずは、こちらね、ダウズビドウで、大体このダウズビドウで狙うシチュエーションっていうのは、こういうワンドの入り口付近であったり、あとはまあ見てもらって分かる通り、これ足元がですね、ここなんかすごく分かりやすい、ほら石が組んであるヘラ台、ヘラ台の下に、まあ、石がこう組んである、だからこう石が見えるところに投げてあげて、ストップアンドゴー、まあ巻いて止める、これが一つの使い方、巻いてきて止める、ぐる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 で、ボトムの岩とかにトトって当たったりすると、そこで止めてしっかり待ってあげる。でもう一つの使い方、これが早巻き、早巻き、肝は早く巻くっていうところなんですよ。これをゆっくり巻いちゃうとあんまりこれの意味がない、もうほんまこれぐらい、結構早め。これ今ハイギアのリール、メタニウムのハイギア、ラインがレッドスプールの10ポンド、これが基本の組み合わせになって、ポイズングロリアスの XC っていう巻物モデルの 6.mlg、 要は G なんでグラスが入ってると。例えばバイトが弱いですってなってくると、このグラスロッドを投入していくっていうのがいいですね。でダウズビドウのもう一つの使い方、これがトゥイッチ&ジャーク、春、まあ、気難しいタイミング、ちょっと釣りづらいなと、ワーム投げてもなかなか釣れない、そういう時こそダウズビドウのこのジャークの釣りっていうのが効いてくる。ぐる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 っと巻いてきて、何か岩に当たりました、当たったところから下向きにトン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 で、2メーターよりも浅いところはロッドを上向きにトン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 で、この時重要なのが、右左右左みたいな感じで、こうはちゃめちゃに動いてる感じっていうのが出た方がいい、圧倒的にいい。うん、まあダウズビドウはこんな感じ。まあ、いつもはね、あのオンラインサロンでかなりマニアックな使い方とか状況に応じたことをやってるけど、まあ、基本的な部分を今日はもうかいつまんで説明していきます。まあ、本当にマニアな世界が知りたいという方はオンラインサロンの方で。さあ続いてはこのスイムジグ PD チョッパーにあんもですが、これこれはもう投げて巻きますって言ったって、一番大事なのはもうセッティングなんで、セッティングからお見せします。さて、まあ、用意していただきたいのはこの PD チョッパー回デッドスロー、これとアンモナイトシャッドの 5.5 インチ、そして、まあ、今日は晴れてるんでヒッチフック、トレーラーフックですよね、これは S サイズです。でボーンラトラー、これは M ね、 M。まずこのアンモナイトシャッドをこの PD チョッパーにこう刺していくんですが、一節二節頭をカットするっていうのが、肝になってくると。究極にゆっくりの場合は二節切るんやけども、今日の場合は一節だけカットした糸、糸こういうふうに持って、この溝にはめてあげてスライドさせるだけ、そうするとピロッとまっすぐ切れる、綺麗に切れる。僕はもう慣れてるからサクッとできるけど、きっちりまっすぐ刺す、これがめっちゃ大事。ここ真ん中から入れてズブズブズブっときて、こうね、こう、もうどっからどう見てもむちゃくちゃまっすぐっていう状態にしたい。ボーンラトラーをこのテールの、まあ、ボディの真ん中ぐらいにこう穴が開いてると、まあ、ここから刺していってこう貫通させる。
で、このヒッチフックはこういったゴムが被ってるんで、この被ってるゴムごと刺してあげる。こんな感じね。ワームキーパーをアンモのちょうどこの辺かなっていう風に当ててあげて、まっすぐね。そうするとこんな感じ。こんな感じ。これがまあ完成形ですね。完成形。これはね、ラインはね14ポンドで、ロッドがポイズンアルティマ 174MHG です。これもシーズンが進んでいけば 174MH プラスとかそういうロッドでも OK。 基本的にはこの釣りに関しては僕は砂地でやることが多いです。これ砂地、足元が砂で、基本浅い方から深い方へ投げてあげる。でボトムを完全に取ります。ボトムをゆっくり引いてくるような感じ。これぐらいの速度。こんな感じ。こんな感じで、テロ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 。もうほんまこれだけ。これだけやけど、重要になってくるのはゆっくり巻いてる時の速度が変化しないってこと。だから。この速度で巻いてきたらもうこれずっとこう巻き続ける。でたまにまあまあ少ないけど、まあ、ウィードがあるところやったらウィードに引っかかったなと思ったらこうリールでウィードを切ってあげる。竿で切るっていうよりもリールで切ってあげる。はい、せやんせやん、マジ寝かかり、ちょっと後で撮ったるわ。楽しいやん。やったやん。渡さないやん。え渡さないじゃん。いや、僕のじゃないけど、同じ色持ってきたわ。これええで。ほぼ新品やん。やったやん。これで急いでファミマ行ってペン買って、これにサインしまったんや。ほんまやん。え、それ、あの、拾ったルアーって釣れるから。イエーイ。で、この色は、ちょうどこういう季節にいいねっていうか、すごいな自分は。ええの拾ったな。やば。さっきのあのペン買いに行った子、これペン買いに行った子のサウやんな、これ。あ、はい。でかかったまんまよね。うわあ、でかかってるわ。本気の根掛かり外しで取るわ。ほら取れたかな。めっちゃ走っとる。いや、おらんくなるとかないけどな。待っとるで。はいよ。乾かすんやん。これ湯煎やんな。湯煎やんな。あ、カバンにも取る。一緒の宝物にします。またいいバッグやんこれ。頑張って釣って、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そんなことある。そんなことある。ふっと足元見てダンスで落ちてるとかある。ほぼ新品やで。さてお待ちかねのダンスイ、これはですね、まあ、今ワンドの奥なんですけど、これはどちらかというともうちょっとこうこんな、これ今砂がこうあるところっていうよりは岩を狙うって感じよね。だからここら辺にある岩のエッジにこう投げて、まあ、ダートさしてくる。だからまあロッド自体は結構硬くて強い。まあ今176XXHSB を使ってるけど 174XHSB であるとか、まあそういった硬い強いロッドで、ラインは16ポンド20でもいい。フロロの16オは20で、まあリールはもう絶対にハイギア、絶対にハイギア。
で、こういう、まあ、岩の上を左右にダートさせる、ほんとこう岩の周りをこうリーディングジャークさせる、そんな感じで、まあ、基本そのレンジコントロールをするのにウエイトを張るんやけども、ただ巻きで釣っていくっていう時は結構ウエイトもこのフロントフックの後ろに張ることが多い。例えば2グラムとか。でも今は、そんなに沈めたくないと。だからまあどん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 こう沈んでいくっていうよりはふわーぐらいの漂い感なんやけども、岩の周りを絡めたいと。例えばこの岩を絡めるときにちゃんとこう岩とレンジをこう合わせていく。で、まあただ巻きするんだったら投げます、ちょっとこう待って、その自分のこのルアーがどれぐらい沈んでいくのかっていうその速度とカウントで、あ、今2メーターぐらい沈んだなっていうとこからほんまこんな感じゆっくりで、たまにリーディングジャークを入れてあげる。ゆっくり。4月になってくるとどうしてもやっぱ人も増えてくる。そんな時はね、とにかく、まあ、ちょっと草が覆いかぶさってるだけのこんなとこおるっていうようなところもちゃんと入れとく。ほんまにこういうところに入れるだけでもおったら出てくるし、まあこんな感じかなね、ダウスイって感じ。さて続いての釣りはフリックのインチワッキー。まあこれは本当に春の定番の釣りで、中層をスローに釣ってこれるっていうのがこのフリックの釣りだから、中層をすごく意識したアプローチっていうのがいいんですね。僕がこの時期使うフリックシェイクのサイズはほぼほぼこの 5.8 インチっていうのがほぼほぼ、これはザップのインチワッキーのアイガード、まあ、ガード付きのモデルの今 0.9g でも基本は 1.3g。 この針の形、これがここがカクッと V になっている。で、この V のフックをワームの中に収めるように刺すやり方を V 刺しっていうんですが、こうやって刺します。で、刺す時も真ん中よりもちょっと奥めに刺したなっていうところから、ちょうどフックポイントが5ミリ入ってないなぐらいのタイミングでこうねじり、こうワームをこうねじって角度を変えてグッと抜いてあげる。そうするとこの V の部分がしっかりワームの中に入ってジグヘッドが固定されると。で、まあ使う場所なんですけど、まあ、ここはまあまあワンドの奥で岩がいっぱいあると、まあ、本当にこの岩の上に当てていく。ふわふわしながら寄せてきて、で、まあ大体この辺で岩を感じて、岩をこう乗り越えてきて、で、まあこの辺でバスに見つかって、この中層をふわふわ、こういうタイミングで食われるって感じかな。竿を振るリズムとしてはこんな感じのリズムで、このぐらいの振り幅でリールをこの右手はゆっくり竿を振りながら、左手はゆっくりリールのハンドルを巻く、この感じ、この感じ。まあ、動かし方っていうのはもうほんまにもうこれです。まあロッドは具体的に言うと 266L とか、68UL とか、67ML っていうのが使いやすい。ラインの太さ、僕は5ポンドでやってます。さてこの人、これはハニーナゲットのフリーリグ、まあ、これがハニーナゲットになったりチャンクローになったり DBU マイになったり、まあ、いろんなワームに可能性があって、まあ、ひっくるめて同じような感じの操作で狙っていくんやけども、基本的には
フラットの中にあるハードボトム、ボトムの硬いところを狙っていくと。おかっぱりでこのハードボトムを狙うとどうしてもやっぱ根掛かりのリスクが出てくると。でもボトムをスローに釣りたいなっていう時のリグなんですけど、ハードボトムに一旦ルアーがスタックしてくれるんですよ。半引っかかり状態、こうぐーっと溜めてポロン溜めてポロンみたいなアプローチができると。要はこの春の時期ってバス自体がどん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 その自分のスポットに対して、これ自分のスポットだよっていうこの執着心っていうのをすごく持ってくるタイミングなんですよね。だからそのタイミングでよりそのスポットにルアーがとどまってるっていうのが大事で、今シンカーはこれ 7g です。ピンフリーショットの 7g で、チェーンクッション、ここにねクッションですね、ゴムのクッションが入ってる、まあ、これが入ってるおかげでフリーリグがフリーリグとしてしっかり機能すると。ハニーナゲットはこれ、3.8 インチで、フックはパイルドライバーの40です。40で狙い方は、まあ、投げて、まあ、さっきも言った通りハードボトムを釣っていくっていうところで、まあ自分の釣り場の中でこう扇形に切っていってボトムが硬いっていうところを徹底的にやる。だから最初のファーストアプローチっていうのはもう適当でいいんですよ。ほんまこんな感じ、ズルズルズルピタホケーホケーみたいな、硬いもんがなければずっとこんなんでいいんですよ。でもこう引いてるうちにゴロゴロゴロ、お硬いなってなったらここでスローダウン。まず一番のスローダウンは張ってた糸を緩めるっていうこと、これがすごく大事。ほんでこの緩めた状態からじわーっと張っていってゴロゴロまた緩める、これの繰り返し。もしシンカーが岩の隙間に挟まったりとか、こう岩の角にシンカーがこう一回持たされた状態になってたら、それをポロンと外してあげる、ぐーポロンと外してあげて、そこで糸をまたたるめてあげる、こんな感じ。じゃあ実調でいいですか、実調編でね。じゃあ今からは実調編ということで釣っていきます。うわすごいよ、大群やで、見て生命感に溢れすぎてるよねこれ。ウーがもうここぞとばかりに食いまくってるもんな、もりもり食うとる、ほら食うとる。おお、ここもすごいわ、もう真っ黒になってるもん。うえうえ、スイムジグこれバスやろ。あーバレた、バレた、バレた、マジか。